焼き物の表面を削るって、まあ、今作ってるんですけれども、釉薬のついた窯の道具、棚板っていうやつをこう削って補修して戻しとくっていうのが、まあ、一応ルールではあったんですね、学校の。でそれでグラインダーでこうその釉薬をこうガガガって削ってる時に、あのこの削ってるこれ結構綺麗やなっていうのを思ってた。あとその海とかに行くとガラスの破片とかがこう波に洗われて削られてマット質になって角が丸くなった、今あるその形なりその色なりをしているっていうのを、これをやれへんかなと思って、パッと見るとこう例えばこういうのとか、あのオレンジ色と黄色の、あ、可愛らしい花瓶やねっていうふうになって、で近寄っていって見た時に、実はそのあのここにこう細かな筋がこう入ってて、その下の中にはうっすらとまたこのなんか別の色が透けて見えるっていう、なんかそういうあのなんていうんですかね、重なり の, あの深さみたいなことが表現したいなと思ってるんです。つまりパッと見てあの綺麗であるとか、あの可愛らしいフォルムであるとかっていう風にして、あの目に飛び込んできたものをあのよく見ようと思って寄った時に、さらにこう、深い仕掛けがあると、あのすごくいいな、なんか、それが結局あの僕の中でのその自然のものって割とそうなってるような気がするんですよ。表層に結局現れてるような気がするんです。例えばこれ土が大事なんだよっていう人もいるでしょうし、いや焼きが大事なんだよっていう人もいるでしょうし、いやいやそのやっぱり精神性でしょうっていう人もまあいると思うんです。だからでもそういうものも一切合切が最終表面に集約され、その人の哲学とか精神性とかどういう工程で作ったかとかが表面に宿るんじゃないのかなと、うん、だからそこを何とかしようと、してますね。